あ、東ティモールの県の一つ。県とは力者。東ティモールの北海岸に位置し、東で、リリ県、南東で、アイレウ県、南で、エルメラ県、南西で、ボボナロ県と、それぞれ接する。サブ海に面する。543平方キロメートルに2008年の、推計で69,925人が暮らす。 ポルトガル領ティモールから今の県と同様の組織が存在していた。バザルテテ、リキシャ・マウバラの山地区からなる。首都リリからリキシャへ向かう道から眺めるオンバイ、海峡など、県内には多くの美しい風景がある。浜は東ティモールでよく見られる岩がちのものだが、それでも美しい。山岳地帯から海へ流れ出る河川は、モンスーンのシーズンを除き大抵っ干上がっている。 モンスーンシーズンにはよく幹線道路が被害を受けるが、その都度、地元住民によって修復される。殺人マラリアやデング熱を伝染させるかが、大量にいる。東ティモールの公用語は、テトゥン語とポルトガル語だが、力車圏ではほぼすべての住民が、マレーポリネシア語派のとこでデ語を話す。マウバラ要塞ポルトガル占領時代初期の1667年。 現在のマウバラ地区にはオランダが進出した。海沿いにはオランダの築いた要塞がそのまま残っており、湾を見下ろす地には当時の大砲がある。その後、1859年にポルトガルとオランダが協議し、1861年にフローレス島と交換されたため、ポルトガルによる統治が始まった。1975年からのインドネシア占領時代、インドネシア政府は、 県内に多くの建物を建てたが、1999年の住民投票後に民兵がそのほとんどを破壊した。1999年4月には、県内の教会で多くの東ティモール人が殺される虐殺事件が起こった。県内のマウバラ地区は凶悪な民兵組織、ベシミラプティの結成地でもある。1999年9月には、国際警察のアメリカ人警官が、 インドネシア兵に狙撃される事件が起こり、致命傷には至らなかったもののそれを機に国連軍は県から撤退した。1999年9月から11月にかけ、国際連合平和維持活動平和一軍がマウバラ地区に国際警察が力車市外に本部を設営した。もともと力車にはスウェーデン人、カナダ人、イギリス人、ガーナ人、マレーシア人、 アメリカ人などからなる計14人の国際警察隊が派遣されていた。そのうちのガーナ人の警官はデング熱にかかるミッション中に亡くなった。この期間、国際警察は虐殺の起こった教会を民兵の収容所にした。国連平和維持軍はポルトガル海兵隊のメンバーで構成されていた。その後も力車圏には国際連合東ティモール、 暫定行政機構犯罪現場派遣団の作戦本部が置かれた。ポルトガル領時代、この地には東ティモール人が建てた伝統的な荒野の他にも建物はあったが、ごく少なかった。インドネシアが占領してからは多くの建物が建てられたが、1999年に民兵によりほとんどが破壊された。ただ、ポルトガルが建てた建物は破壊されなかった。その後、 破壊されたインドネシアの建物の多くは再建された。構造とデザインは芸術的かつ独創的なインドネシア様式となっている。県内には白車ではないものの美しい砂浜が広がり、観光にはうってつけのスポットとなっている。コーヒー農園もあるほか、金など鉱物も産出される。ありがとうございます。